徐々に、ウェビナーの方に入ってきていただいておりますが、はい、ちょっとずつ始めていこうかなと思っております。はい。NRI ネットコム勉強会テック&デザインスタディ5回目というところで、ご参加ありがとうございます。はい。本日の予定ですが、まあ、オープニングもそこそこにですね、もうこの後すぐに本編の方に、入って、いこうかなと思っております。本日は、2名ですね。小沢さんからですね、フィンチの、話、AWS が出しているオープンソースのコンテナですね。と、あとは高梨さんからですね、グルーと、新しく、昨年のリインベントで発表された、グルーの新サービスのところのお話を、していただこうかなというふうに思っております。はい。本編の後はアンケートとクロージングを、簡単にさせていただければと思っております。はい。早速では、始めていきたいと思いますが、ハッシュタグですね、NNC スタディというものを、毎度、用意させていただいておりますので、感想などをじゃんじゃんつぶやいていただければと思っております。あとですね、質問は、ごめんなさい、コメント欄って書いてあるんですけれども、QA の方で、上げていただければなと思っております。まあ、その他、何か、要望等ありましたら、チャットの方に書いていただければと思っております。はい。では、小沢さん、早速もう渡していこうと思いますが、準備よろしいでしょうか。はい、大丈夫です。はい。では、共有渡しますので、よろしくお願いします。はい、画面は見えてます。はい、ありがとうございます。はい、では、ご紹介に預かりまして、私、小沢の方からですね、フィンチで羽ばたこう、コンテナの明るい未来へという題材で、はい、話させていただこうかなと思います。羽ばたこうっていうのは、フィンチが、これなんか英名で、なんとかスズメのなんか学名らしいので、はい、羽ばたこうって書きました。未来へは、はい、後で回収します。はい、で、背景はですね、これは琵琶湖の沿岸です。曇天の琵琶湖の沿岸で、映ってるのはですね、真ん中は私の息子です。やたらとハイウエストにズボンを履く私の息子と、義実家のワンちゃんが映ってます。はい。癒しのために載せてますので、皆さん、癒しが足りなくなったらこちらを見てください。はい。という感じでですね、こんな感じですが、今日こういう題材で話していこうかなって思います。まずは軽く自己紹介からしていこうかなと思います。改めまして、小沢です。当社 NRI ネットコムで、私、大阪の本社の基盤デザイン事業部というところに所属しております。で、まあ、2016年に入社しまして、ここに書いてますが、業務内容としては主に AWS を中心として、まあ、コンテナを用いたというシステムの、まあ、主にインフラ領域ですね、設計開発運用というところを、担当させていただいています。で、まあ、コンテナっていうところにフォーカスすると、私、入社2年目から実は業務で利用していて、まあ、なぜかその後は結構コンテナメインのシステムに関わっていくことになって、今はコンテナしか触ってないといったような状況です。はい。まあ、自己紹介はこんな感じで手短にですね、まあ、フィンチの話を今日はちょっとしていこうかなと思うんですが、まあ、フィンチがなんでこんなにもてはやされてるのかというと、もてはやされてるというか、まあ、ちょっと話に上がってくるのかというと、ちょっとその背景として、まあ、どういったことがあるのかっていうところを改めておさらいしておこうかなと思います。Docker デスクトップライセンス有料化についてというところをですね。で、まあ、これは多分参加されてる方、皆さん、割と、まあ、周知のことかなと思いますが、改めてご説明させていただくと、2021年8月ですね、Docker 社からライセンス体系の更新というのが発表されまして、企業利用についても、基本的に有償ライセンスの購入がまあ必須になるような形になりました。はい。で、これ実は、本当つい最近、先週金曜日にアップデートがありまして、Teams フリープランですね。少しこう、Teams プランが縮小した無料版ですが、こちらについては継続利用が 廃止するっていう発表があったんですが、それが撤回されて継続利用可能ということになりましたので、まあ、もしかすると皆さんの中にはそれに該当して、実はまだ無料で使えるっていう方がいるかもしれませんが、はい、まあ、現状こういう状態です。
で、まあ、Docker のデスクトップのライセンスが有料化すること自体は、まあ、仕方ないかなと。今まで無料でやらせてくれてありがとうという感じで、まあ、お金を払いというのであれば、お金を払おうかなと思っているところなんですが、まあ、割と次のところがポイントかなと思ってまして、プランごとによる料金ですね。で、企業利用っていうところを考えてくると、主にこの2つかなと思ってます。チームプランとビジネスプランですね。これ、制約としてはどういう分け方になるかというと、チームプランは、ユーザー100人以下のプラン。ビジネスプランは、まあ、それより大きい人数ということになります。で、まあ、ここのちょっと具体的な価格載せてませんが、1ユーザーあたりの価格差が、まあ、ちょっと最大で約 2.7 倍ぐらいあるというところで、まあ、ちょっと Docker デスクトップライセンスの料金計算ちょっと複雑なので、まあ、純粋に全体の料金としてこの価格差になるかっていうところはちょっと怪しいんですが、まあ、ちょっと1ユーザーで見てこの価格差なので、まあ、ちょっと100っていうオーダーになってくると、ちょっと不安になってくるかなというところです。ちょっと細かい数字はここには出してないんですが、参考のところに載せるリンクを辿ってもらうと分かるんですが、まあ、現時点でですね、大体月額で考えると、今はチームプランが大体1ユーザーあたり11ドル。月額ですね。ビジネスプランは24ドルという。まあ、今、ここだと 2.2、3倍ぐらいかなという感じです。はい。まあ、ここは結構大きくてですね。まあ、これをちょっと目にすると、Docker デスクトップ使い続けようかどうしようかみたいなところの考えに割と至るのかなというところで、まあ、主にマネージャー側の方たちがすごく頭を悩ませているところかなというところです。はい。まあ、改めて背景について説明したところで、まあ、じゃあ Finch ってどういうものなのかなっていうのを改めて説明していこうかなと思います。で、まあ、フィンチって、まあ、改めてどういうものかなっていうところなんですが、細かいところで言うと Amazon の開発者によって実装された、まあ、OSS になります。で、具体的にはコンテナの実行ビルド等を可能にするツールと書いてますが、まあ、いわゆるコンテナを、まあ、操作するためのコマンドライン、コマンドクライアントツールですね。いわゆる Docker コマンドと同じようなものです。で、CLI のみですね、GUI は特に提供されていないといったツールになります。で、これが、昨年の11月に公表されまして、まあ、OSS ということで、まあ、GitHub にもすでにソースがあるといったような状態です。で、まあ、これはホームブリューの操作画面になるんですが、まあ、今はホームブリューからパッケージとして提供されてますので、まあ、ブリューインストールで、まあ、Mac を使っている方だったら、こういった形でダウンロードできるというふうな状況です。で、細かい仕様のところを改めて見ていくと、サポート OS が現状は、まあ、MacOS のみ、具体的には語りない以上ですね。で、まあ、アーキテクチャは一応 Intel と M1 両方とも使えるということらしいです。はい。で、最小スペックが大体、まあ、コンテルですね。2CPU、4GB メモリーぐらいが一応推奨ですというふうなのが、公式の、まあ、アナウンスとなります。で、まあ、Finch のまあ、割とざっくりとした、まあ、構成だけちょっとお伝えしていくと、ですね、まあ、Finch の中身は、まあ、こういう図の通りになってまして、右側の図ですね。実際の、コンテナランタイムとしてはですね、コンテナ D が動いているっていうものになります。で、そのコンテナ D が直接ホストにインストールされているわけではなくて、この Lima という、まあ、VM 管理ツールっていうとあれなんですが、バーチャルボックスとかをイメージしてもらえるとイメージしやすいかなと思いますが、ホスト上の仮想マシンを、まあ、構築したり管理したりするツールです。私もこれ調べてて初めて知ったんですが、まあ、この Lima っていう、まあ、VM 管理ツールを使った VM 上にコンテナ D がインストールされていて、まあ、それをフィンチがラップ的に使うといったようなものになります。で、左側は、これは一応クライアントの、まあ、PC とかっていうイメージなんですが、まあ、例えばフィンチランみたいな感じでですね、これは Docker ランと相当するコマンドなんですが、まあ、このコマンドを打つと、まあ、フィンチ側がうまく解釈して、このリマ上で動いているコンテナ D に、実行コマンドを流してくれるといったような流れになるそうです。はい。まあ、フィンチの概要はこんなところで、じゃあ具体的にフィンチで何ができるのかといったところをですね、ちょっと私目線で、まあ、Docker デスクトップとの比較っていったところと絡めて、いくつかお伝えしようかなと思っています。で、1点目がですね、ビルドキットがデフォルトで使えるという点ですね。ビルドキット皆さん現場で使われてますかね？Docker というかコンテナのビルドとか、
起動の際にですね、起動の際に使う拡張機能ですね。まあ、いろいろ実はできることがありまして、まあ、ただ、ビルドキット自体は Docker では、実はデフォルトでは使えなくてですね、いろいろこうデーモン側に設定変更とかですね、あとは Docker ファイル側に、そのビルドキットを明示的に使うよっていうシンタックスの記載が必要だったりします。ただ、フィンチの場合はここが実はいらなくてですね、そのまま何もせずともこのビルドキットが使えるっていう点が一つ違う点です。まあ、これ、フィンチって書いちゃってるんですが、実はコンテナ D の仕様らしいので、まあ、それの恩恵を受けて使えるというふうな形です。で具体的にどういった記述になるのかなっていうところをちょっとサンプルで Docker ファイルの中身みたいなものを書いてるんですが、すいません。まあ、フロムクがあって、アルパインのエンジン X イメージを持ってきて、まあ、HTTP プロキシの引数を引いてきて、で、このハイライトしてる LAN のコマンド区ですね。まあ、ここは何してるのかっていうと、その後続のコマンドを見てもらえればわかるんですが、まあ、APK ですね。アルパインのパッケージマネージャーツール。で、まあ、アップデートとかアップグレードをかけるみたいな。まあ、結構、皆さんよくやられることかなって思うんですが、その前段としてですね、このハイライトしてるところで、まあ、マウントタイプキャッシュみたいなところを書いてるわけなんですが、これ何かっていうと、この、LAN の、ランクで実際に記述してるコマンドの、まあ、キャッシュを取れるっていうものになります。どういうことかっていうと、Docker ファイルの中の、この一つ一つのコマンド区、フロムとかアーグとかランクですね。まあ、これが、いわゆる、まあ、アーグはちょっと違うんですが、イメージレイヤーといって、まあ、この、コマンドの中で生成された、まあ、成果物がですね、まあ、イメージレイヤーとして、こう、層で登録されていくんですが、ちょっと、Docker というか、コンテナのこのビルド時の仕様として、例えばこの、ランコマンド区の APK アップデート、したときに前回と比較して一つでもパッケージが新しくなっているといった場合どういう挙動になるかというとこの LAN コマンド区も APK アップデートアップグレードをまた頭から再度やり直しするんですね。なのでどっか一部分変わっただけでも全部やり直しになってしまうっていうのが一応まあ既存の、まあ、問題というか課題としてあったんですがこのマウントタイプキャッシュっていうのを使うとそこのイメージレイヤーの中間キャッシュを取れるというところで例えばこの APK アップデートで、そのさっき言ったように1パッケージだけ変わったとしても、それ以外は変えずにキャッシュを使って代用してくれるっていうところで、ビルドの高速化が望めるといったような利点があります。まあ、こういったもののためにビルドキットっていうのを使ったりするんですが、まあ、フィンチではこれがデフォルトで使えるっていうところになります。で、続いてもう一つ大きな点としては、マルチプラットフォームなコンテナビルド実行がシンプルにできると書いてます。マルチプラットフォームっていうのは言ってしまえば、ARM とか AMD とかですね、アーキテクチャの違いのところですね。で、Finch の場合はここをコマンド引数を指定するだけで実はできます。Docker の場合ですと、まあ、皆さんのその PC 環境に応じて、例えば違う CPU のコンテナを起動しようとすると、そのエミュレーターが必要だったりするので、まあ、そういったものをインストールしたりする必要があるんですが、まあ、それが不要になるといったところになります。これも実はリードミニにそのまま載ってるやり方をやってるだけなんですが、まあ、自分のホスト上で、まあ、こんな感じで uname のコマンドを叩くとですね、これ私のホストなので、Intel CPU の Mac なんですが、まあ、そのアーキテクチャ情報が出てる。で、その次に、まあ、実際にフィンチでですね、まあ、Amazon Linux のイメージで、このプラットフォームで、まあ、ARM64 を指定するといった形で、起動させてくると、まあ、これ Linux 上のこの ARM の表記なんですが、実際にこの ARM のアーキテクチャで動いているコンテナがまあ立ち上がってくると。言ったようなことがフィンチではまあできるということになります。はい。ちょっとサラサラと言ってますが、逆にじゃあフィンチでできないことって何かあるのかっていうのを探したんですが、大きな特徴としてはですね、プロキシ設定がランタイム単位でできないと。何を言ってるのかというとですね、まあ、皆さん企業でですね、ネットワーク使うとき、まあ、おそらく一番の障壁の社内プロキシがいるんですが、Docker 使うときはですね、まあ、Docker デスクトップ側にこういった形で、皆さんよく見る画面かもしれませんが、まあ、プロキシ情報を設定してですね、上げると、まあ、デーモン側であったり、実際に、まあ、Mac で入れる Docker デスクトップとかだったら、実行中のコンテナに対してプロキシ情報が渡るっていう形になるので、まあ、そういった形でネットワークを超えるようになってます。が、ちょっとフィンチは現状そういった設定が、フィンチ側でできなさそうというところになります。まあ、ですので、ここどう回避しようかなっていうところで一応一例挙げさせていただいてるんですが、まあすごい古典的なやり方で、まあこの ARG で、プロキシの環境変数をですね、プロキシ情報を
まあ、ビルドの変数情報からビルドの入力値としてですね、入れてあげて、まあ、ここでゴリゴリプロキシ設定を出してあげるっていうのは一応回避策になります。まあ、ちょっとこういったできないことっていうのも一部あったりするっていう状況です。はい。まあ、ちょっとサラサラとそのフィンチでできることとかできないことを喋ってみたんですが、じゃあ結論、フィンチって Docker デスクトップの代替となるのかなっていうところをちょっと考えてみました。で、結論はなる場合もあるし、ならない場合もあるという結論です。はい。今多分オーディエンスはブーイングが多分なっているのかなと思いますが、まあ、ちょっとここを噛み砕いて説明していきますと、これ、リードミーに、ピッチのリードミーに書いてある英文をちょっとそのまま持ってきただけなんですが、こう書いてます。フィンチは新しいプロジェクトですと。なので、他のツールの代替品となることを意図していません。そのため、コマンド名をフィンチにエイリアスしたりリンクしたりすることはお勧めしませんって書いてるんですね。これちょっとこういうふうに読み解きました。まあ、要はフィンチっていうのは、なんか Docker の中に内包される一部分になったりするものとか、なんかその Docker の下位に存在する、なんか介護官的なツールではないんだ。そうじゃなくて、もう Docker とフィンチってそもそも違うものっていうふうに捉えるのが正しいのかなというふうに解釈しました。まあ、ただですね、フィンチもコンテナ D を使っているっていうところで、まあ、その Docker もコンテナ D 使ってますので、Docker を実際に動かすコマンドのところはですね、まあ、基本的に対応してます。 Docker run とか build image volume っていうコマンドオプションあるかと思いますが、基本フィンチでも使えます。これはコマンドヘルプ見てもらえればわかるかなと思います。まあ、なので、コンテナを動かすだけだったら、まあ、フィンチで代替可能かなっていうところになります。このだけならっていうところが、まあ、ミソなんですが、じゃあ、AWS との連携ですね。コンテナを実際今使われていて、多分 AWS とか何かクラウドサービスに展開するっていうのは皆さん今主な使われ方じゃないのかなと。で、まあ、ローカルからの AWS とかクラウドサービスの接続っていうのを考えたときに、ちょっと代表的なところを一点挙げさせてもらうと、AWS の場合だったら ECR との接続ですよね。イメージレジストリーとの接続の部分。じゃあ、ここってどうなるんだろうってちょっと考えてみるんですが、Docker の場合はですね、認証ヘルパーを使うことでですね、AWS の認証情報を Docker に渡すことでシームレスに ECR に接続することができます。Docker ログインでももちろんできるんですけど、Docker ログインは実はもう今非推奨になってますので、皆さんぜひ認証ヘルパーを使ってもらいたいんですが、まあ、Docker はこういった機能があるので、まあ、AWS に接続するっていう観点で考えても、まあ、こういう形で、まあ、運用的にこう負荷を下げることができるっていう状態です。じゃあ、フィンチどうなのかっていうと、フィンチ現状認証ヘルパーみたいなものって、まあ、存在しないんですね。で、ちょっと AWS の認証情報を渡せるかなってちょっと試してみたんですが、ちょっと現状今は難しそうかなっていうのが、印象としてあります。まあ、今後のアップデートでできるかもしれませんが、現状はできないっていう状態になります。じゃあ、GCP とか Azure ってどうなるのっていう、まあ、AWS 以外使われてる方ももちろんいらっしゃると思いますので、じゃあ GCP の GCR とか Azure の、ちょっと忘れましたが、レポジトリサービスに対して、リストリサービスに対して、ローカルからつなぐ場合どうするのか。Docker の場合は認証ヘルパーもちろんあるんですよね、と。まあ、あるんです。で、Finch の場合は、まあ、現状ないんですけど、そもそも AWS が作ってるよな、というところで、GCP とか Azure に対応していくのかしらっていうところが、若干不透明なところが、まあ、あるかなというところで、何が言いたいかっていうと、まあ、要は使い方次第っていうところに落ち着いてしまうかなというところです。で、さっきも言った通り、もしコンテナを動かすだけで使うのであれば、フィンチでもまあ大体十分できるというふうには考えています。ただ、実際にこの AWS とかのクラウド環境の展開っていうのを考えたときに、そこの接続性っていうのは、まあ、運用的に見ると、やっぱり Docker の方がやっぱなんか何枚か上手だなというのが、まあ、現状かなというところになります。で、まあ、Finch は Amazon が開発してるっていうところもあって、まあ、そこを言うと逆に今後 AWS との信用性は高くなるかも、可能性はあるのかというところ。逆に言うと GCP Azure ってどうなるんだろうっていうところがあって、まあ、ここはフィンチの思想次第のところもあるんですが、もしかしたらそもそも不向きになる場合もあるんじゃないのかなというところになりまして、じゃあ結局何使っていったらいいのかなっていうところで、
まあ、今後のコンテナ開発について、ここからは完全に私の妄想話になります。じゃあそもそも現状のコンテナ界隈ってどうなってるんですかねっていうところは、私もつい最近調べたんですが現状ですね、こういったイベントが起こってます。2015年にですね、OCI、これインフラ屋さんはですね、OCI って聞くと大体オラクルをイメージしがちなんですが、ここで言う OCI はですね、オープンコンテナイニシアチブです。これ Docker とかいろんなベンダーさんが協賛して発足した団体になります。で、この OCI がですね、まあ、コンテナランタイムの実装における標準仕様っていうのを策定して、で、2017年に、OCIV1.0 っていうのが一応発表されてるらしいです。で、まあ、ここから見るに、多分コンテナ仕様の標準化は進んでいってるのかなというところで、で、現状ですね、こちらに準拠したコンテナランタイムっていうのが、まあ、各社から提供されてます。ちょっとここでは具体的なものは挙げてないんですが、まあ、Google とか Red Hat とかからでもですね、こういったコンテナランタイムっていうのが実は出てたりします。で、まあ、コンテナ実行基盤っていうのが他いろいろ出てきてるなっていう状況で、じゃあ Docker って何なんだろうかなっていうのを改めて考えたときに、まあ、昔は Docker ってもうコンテナ動かすんだったら Docker っていう感じで、まあ、コンテナ実行基盤っていうイメージがあったんですが、まあ、最近はどちらかというと開発ツールの依頼が濃くなってきているのかなっていうのが印象です。どういったことかというと、最近の Docker デスクトップの主なアップデートちょっと抜粋してみました。で、まあちょっと文字だけ書いてて、一応リンクは最後に載せてるんですが、最近はですね、コンテナの可視化とかですね、インターフェースの強化、その Docker デスクトップの GUI からコンテナを見やすくしたり、メトリクスを取ったり、どういうコンテナがどういうふうに動いているのかみたいなところのアップデートが結構多めです。まあ、こういったところからも、まあ、コンテナ開発っていうところのところに対してこうバリューを出していってるのかなっていうのがこう結構透けて見えるのかなというところになります。で、まあさっきから言ってるコンテナイコールドッカーっていう考え方からですね、まあ、徐々に変わりつつあるのかなというところで、まあ、コンテナを動かすっていう観点だけで見ると、実は選択肢は増えつつあるのかなというのが、私の個人としての印象です。で、まあ、今回のフィンチっていうのも含めまして、まあ、今後もまあ、各社からですね、こういったコンテナ実行基盤のツールが出てくるかもしれないっていうところで、まあその Docker デスクトップのライセンス有料化とかですね、結構まあコンテナ開発界は割とちょっとカオスになってきたのかなっていう印象はあるんですが、まあその OCI の発足であったり、こういったコンテナの実行基盤っていうところは、まあいろんなところからこう様々なものが出てくるっていったところで、まあそういったところでちょっとコンテナ開発は盛り上がってくるのかなっていうのを考えると、まあ割と今回のこの流れっていうのもポジティブに見れるのかなというふうには考えていまして、まあこれ最後のスライドになりますが、これ当社のコーポレートステートメントですね。まあ見たいコンテナの明るい未来をというところでですね、私のお話は以上とさせていただければと思います。ご清聴ありがとうございました。はい。小沢さん、ありがとうございます。はい。当社のコーポレートステートメントとうまく絡めて落としてくれたのかなというふうに思っております。はい。一旦まだ質問はいただけてないので、この後、高梨さんのお話ありますけれども、その中でも、その後でも、小沢さんの発表に関する質問を投げていただいても全然大丈夫ですので、はい。質問をお待ちしております。では引き続き、高梨さん、お願いします。小沢さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。では、高梨から発表させていただきます。大丈夫ですか？はい、お願いします。画面見えてます。大丈夫です。はい。では、高梨から発表させていただきます。題名としましては AWS Glue なんだっていうところと、あと新機能 AWS Glue データクオリティを抑えてというところでお話しさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい。まずは自己紹介からというところで、はい。NRI ネットコム所属です。現在6年目となりました高梨智之と申します。現在お仕事としましては、データレイク基盤の構築案件というところを主に関わっているというところとなります。あとはその他コンテナ関連のお話、お仕事もいただいたりするんですけど、はい。現在はデータレイクのところをメインでやっているというところとなっております。AWS 認定とあと執筆してますというところは、はい。宣伝程度でとどめさせていただきます。
はい。では、早速内容のところですね。今回、表題にもなってますが、AWS Glue なんだっていうところで、全体としては、AWS Glue ってそもそもなんだっけっていうところを皆さんとちょっと振り返っていけたらなというところと、あと、後半ですね、は、昨年発表されました AWS Glue データクオリティという Glue の中の新機能ですね。のところをちょっと触れていければなと思います。ちょっと後半聞いたことがあるよという方もいらっしゃるかもしれないんですが、はい、お付き合いしていただければと思います。よろしくお願いします。では早速、じゃあ AWS Glue ってなんだっけっていうお話ですね。はい。で、ちょっとこれググったりすると、まあ、一番最初に出てくるのが AWS のフルマネージドのサーバーレス ETL サービスだよというところが出てきます。はい。これで、さてというところで、じゃあ ETL ってそもそも何よというところが、まずは確認していければなと思います。はい。では、そもそもここで先ほど出てきた ETL ですね。まあ、これは処理のところなんですけれども、じゃあ ETL 処理って何ですかというところです。でちなみに上に書いておりますが、こちら、ここに書いてあるエクストラクト、トランスフォーム、ロードですね。の英単語の略語というところになってきます。で、これらの処理ですね。抽出、変換、書き込みの英単語のものの一連の処理をまとめて ETL というふうに言っております。じゃあ、これらの処理ってどういうタイミングで使われるんですかという話あると思います。で、こちらに関しては、主にデータレイクなどですね、ビッグデータ等を利用する際に利用される、行われる処理というところになっております。で、一連の処理の流れ、ことで簡単に言うとですね、データソースからデータを抽出して、フォーマット統一のために変換して任意のリソースへの書き込みを行うといった、処理を ETL 処理と言っております。で、こちら、簡単に図示しているんですけれども、まずデータレイクっていうところ、データレイクとか、あとはビッグデータを利用したい、データウェアハウスの話ですね。という、だったときに、基本的には複数のデータベースからデータを集めてくるというのが前提となってくるかと思います。で、この、まあ、ここに書いてありますように、まあ、機関系データだったりだとか、あとは、まあ、データベース1、まあ、会員情報とか、データベース2、まあ、それぞれの、何でしょう。まあ、扱ってる商品のデータ、など、など、ということですかね。で、そういった各データのところを、まず、先ほど言っていたエクストラクト、抽出ですね、から、複数のデータソースとなるところから、データを集めてきて、2番。フォーマット統一のための変換というところで、こちらは、データレイクの、まあ、考え方としましては、最後にデータの活用していくというところで、まあ、活用しやすい形式ですね。複数のいろいろな、構造のデータベースから取得したデータを、活用しやすい形に変換をして、最後にロードというところで一箇所への書き込みですね、をしていく。というところが、こちらの ETL 処理で行うことというところになります。で、最終的にその活用しやすい形式に変換された、様々なデータを一箇所にまとめて、それらのデータを活用していくというようなのが、まあ、データリンク全体のお話ですね。はい。なので、まあ、簡単に言うと複数のデータソースから、得られる大量のデータを活用しやすく加工する処理というところになってきます。はい、で、こちら今の話を聞いてても思った方いらっしゃるかと思うんですが、結構手動でやるのはなかなかめんどくさそうだなと。すべて手動でやるのはデータ、そもそも、各データベースに接続するところから、活用しやすい形式に変換何するんやというようなところがあるかと思うんですが、そう、こちら手動でやるのは結構面倒かなと、これになってきます。はい。で、ここで、グルーに戻ってくるんですが、今の、ちょっとめんどくさそうな処理っていうのを簡単にサーバーレスでできるようにしてくれたのが、こちらの AWS グルーというところになってきます。はい。で、主な機能として、ワークフロー、ジョブ、データカタログ、フローラーというのが、まあ、主な、使われる4つの機能のところですね。の機能を使って、ETL 一連の先ほどの処理を定義して、さらにそれを自動で行うことができるようにしてくれるといった機能を持っております。はい。で、こちら簡単に Glue のですね、サービス等をまとめているんですが、まあちょっと AWS Glue for Ray とか、あと先ほど出てきたデータクオリティとかの機能も書いているんですけれども、今回はですね、まあ主に使うワークフロージョブデータカタログクローラーに絞ってちょっとお話しさせてもらえればなと思っております。
で、ちなみに、先ほど言ってみました、まあ、いろいろなデータソースからデータを集めてくるよっていうお話なんですが、そちらに関しては、グルーはですね、まあ、主なエダベスサービスですね、S3 や RDS、あとはレッドシフト、ダイナモ DB などなどのほか、まあ、その他の、オンプレで稼働している DB だとか、EC 通常で、まあ、個別に作成した DB だとか、というところも、データソース、データターゲット、そして、稼働させることができます。はい。では、ちょっとグルーで使われる各機能のところですね。について、詳しくお話ししていきたいと思います。はい。で、ここで、ちょっと、注目していきたいのは、グルーのデータカタログという機能と、クローラーという機能になってきます。で、こちら、グルーの、まあ、仕様のお話になってきますが、データカタログですね。こちらが、データカタログでデータソースや処理対象のデータについてですね、そのデータの格納場所、どこに、保存されているかっていうところや、あとはテーブル、データ内のテーブルの、定義やスキーマなどの、データですね。こちらをデータカタログとしてグルーは、メタデータですね。データカタログ内にメタデータとして、保存をしていきます。はい。実際のデータカタログの中身というのが、こちら右下に書いております。このような形となっております。データカタログがあって、それぞれ、データベース単位でですね、メタデータのところが保存されていくという形になっております。ちょっとメタデータ、じゃあ細かいところ何が入ってるんやっていうところは、ちょっと本日お時間ないので省略させていただきますが、まあ簡単にデータの定義がされているよとか、データの格納場所が書いてあるよっていうふうに思っていただければ良いかなと思います。はい。で、こちらがデータカタログの概要ですね。で、これらを更新するためには、クローラーですね。先ほど出てきたクローラーという機能を使っていきます。で、このクローラーっていうのは、各データソースとかデータターゲットとか呼ばれる、まあ、データが置いてある場所ですね。のところにメタデータを取得しに行って、そのメタデータを用いて、このデータカタログの中のデータを、更新してくれるというような機能をクローラーが持っております。なので、随時ですね、何かしらの ETL 処理等を行う際は、このクローラーが動いて、各データについて、何かメタデータの更新があるかどうかみたいなのを随時行ってくれるというところになっております。はい、で、実際のグルーですね、こちらのグルーのジョブなんですが、このジョブが実際に、データの書き出しや抽出、を行うところやデータの変換ですね。ETL 処理の主な機能をやってくれるというようなところなんですけど、で、このグルージョブが、先ほど言っていたデータカタログに保存されたメタデータ等を利用しまして、ETL 処理を実行するというような形になっております。はい。で、先ほど言ったようにですね、これらの、データカタログやクローラー、あとこのグルージョブを使って、このグルーワークフローと言われるをまとめて定義して、これのワークフローを自動で実行させることができるというのが、グルーの一連の、流れとなります。はい。はい。なので、先ほど言っていためんどくさい処理を、比較的簡単にデータカタログ、クローラーとジョブを使って定義することで、すべて自動で、動かせるようになるというところが、ポイントとなってきます。で、まあ、データカタログで簡単にデータの管理というところで、先ほどのメタデータとかですね、テーブル定義を変えたいだとか、データの格納場所を変えたいっていうところをメタデータとしてデータカタログが保存してますので、そこを更新するだけで、簡単にデータの管理、まあ、あとは変更ですね、等ができているようになってくるということになります。はい。というのが、グルーの、主な、まあ、まとめとして、主な機能と。というところになってきます。じゃあ、それら重要機能を押さえた上で、新機能ですね。AWS グルーデータクオリティについてお話ししていこうかと思います。で、こちら、現在プレビュー状態で AWS にで利用されるようになっています。というところで、こちらの機能なんですが、先ほど言っていたデータソースのデータですね。こちらが、のデータの内容が、意図したものになっているかどうかを自動でチェックする機能というふうになっております。例えば、指定のカラムに、指定のカラムがそもそも含まれているかとか、あとはその指定のカラムの値が、ユニークかどうかなどですね。はい。こちらちょっと条件は、後ほど詳しく見ていこうかと思いま
ます。はい。で、今言ったような条件ですね、をルールセットとして登録することで、データソース内のデータを対象に、それらのルールに従っているかどうかっていうところを、チェックしていく、評価を行っていくというような機能になります。で、さらにここのルールセットをですね、基本的には自分で定義するものかと思われるかと思うんですが、追加で保存済みのデータですね、すでに S3 とかの、データソースに置かれているものをもとに AWS 側が自動で生成してくれるリコメンデッドルールセット機能というのもあります。なので、もともと自分でゼロから作るのではなくて、AWS 側で推奨ルールっていうのを作ってくれる機能もあるというところですね。さらに、こちら評価すると言ったんですが、この評価結果のところですね、についても、クラウドウォッチメトリクスにパブリッシュをしてくれるというようなところもあります。で現在、先ほどプレビュー中ですよって言ったと思うんですけど、ちょっと、これはちょっと今変わるかもしれないんですが、対象データソースは現在 S3 のみというところになっております。あとはちょっと細かいところでいくと、ジョブに組み込もうとしたときは、GLUE 3.0 以上ではないといけませんよというような、プレビュー中の制約っていうのがあるんですけど、はい。そこら辺を満たせれば、今すぐにでも使えるよという話ですね。はい。で、こちら、つらつら説明したんですが、じゃあそもそも何が熱いんだという話ですね。はい。こちらに関しては、GLUE、先ほど言っていたようにですね、データレイク、データウェアハウスのところで利用することが多いという話を先ほどいたしましたが、日々ですね、先ほど言ったように、日々多くのデータソースから大量のデータの取得を行うというところが、そもそものグルーの使い方としてあるというところで、でそのように大量のデータを取得していくと、そのデータ内容ですね、例えばなんか変なデータが混入しているとか、外れ値とも呼ばれるような、今後、その後のデータ分析には不要となるようなデータっていうところが、混入することもあるかと思ってまして、で、そもそもデータ量が多いので、そのデータ内容ですね、をいちいち、担保するっていうのはなかなか難しいというところが、課題としてはあるかなと考えております。なので、この新機能、データクオリティですね、を使えば、収集したデータの質を簡単に保つことができるんじゃないかっていうところが、個人的注目ポイントというところになります。はい。じゃあ、先ほどプレビューですって言ったんですけど、はい。実は、東京リージョンもプレビューの中に含まれておりまして、なので、データクオリティですね。こちら、グルーの準備をしておけば、簡単に使うことができます。というところで、ここからは、すでに私が使ってみましたというところをご報告できればなと思います。はい。見ているようにですね、こちら、先ほど言っていたグルーのデータカタログの中のテーブルですね。のところの設定画面なんですけど、で、そこでですね、こういうふうにタブは、データクオリティタブが追加されてまして、はい。今すぐにでもですね、お手持ちのブルーテーブルがあれば、利用することができます。はい。で、今回はですね、先ほど言っていた、保存済みデータをもとに AWS 側が自動でルールを作ってくれるよという機能があるとお話ししたので、ちょっとそれを試してみました。まずは、元となる適当な データですね。今回は JSON を選択しましたが、これを S3 に配置していきます。でデータ内容としては何でもいいなというところだったので、ちょっとサンプルデータを、ウェブで作りまして、簡単に、名前とか性別とか、あとは出身地とかですね、を、のテストデータみたいなのを作ってくれるというところで、簡単、適当な JSON データを作成しまして、こちらを S3 バケットに保存していきます。で、こちらが、データクオリティの画面にはなりますが、このリコメンデッドデータクオリティルールの作成画面で、対象の S3 ですね、等を指定して、配置したデータをもとに推奨ルールを自動で生成していくというところになってきます。はい。で、こちら、ルールセットを作るときは、今回の自動生成のものは結構簡単で、ルール名を決めて、あとは自己時のロールを決めて、あとは追加で設定項目はあるんですが、これでボタンをポチッと押すだけで、推奨ルールセットというのが作成されてきます。はい。で、実際じゃあ先ほど作成したルールですね、中身見ていったんですが、主なところでいくと、カラム数のカウントとか、カラム長のカウント、
あとは、もっとヌールな値の割合や、あと、実際のデータの値ですね、を、まあ、確認して標準偏差を出してくれたりとか、値を評価してくれる、などなどのルールが自動で生成されておりました。わかりやすいところでいくとですね。例えば年齢ですね。が、まあ、元となるデータの範囲は22から39だったよっていうところとか、というところで、まあ、ちょっと、こんなところ検査する必要もないだろうっていうのは、含められたりとかするんですけれども、まあ、確認する分には問題ないかなというところで、はい。こちらのルールで試していきました。はい。で、実際のルールの評価はですね、こちらもワンボタンでポチッとできまして、推奨ルール、確認したいルールを選んで、評価していくというところでできます。で、こちらは、ルールの、結果画面ですね。このような形でルールの、評価、ところが結果が表示されます。で、こちらのランリザルトっていうところに、各ルールですね。先ほどの表示したここの推奨ルールの1行が1ルールとして定義されているので、それらの1ルールずつに対して、データ、今回の対象となるデータがどう、ルールに対してどうだったかっていうところが更新されていきます。で、このようにルールに従っていればルールパスするっていうところになるんですけれど、一部ですね、こちらのルール42のところなどに、ルールに従っていないものですね。が出てきた場合は、このような形でルールフェイルとなって、詳細なところで、どういう理由でこのルールに失敗しているかっていうところが表示されます。はい。で、ちなみに、こちらの表示された結果ですね。これ、全部で50か、ルールセット、50、ルールの50、ルールが50個あるんですけど、はい。その中で今回は一つだけですね。こちらが、失敗したというところで、先ほど言っていたクラウドウォッチの方にですね、今回のデータ評価の結果というところで、フェイルとパスのが、全部で50個のうちの49個パスで、1個はフェイルよになっているというようなところがクラウドウォッチでも確認できたり、します。はい。というところで、以上私が試したところとなりました。ここの結果を見てみるとですね、実際に、簡単にワンボタンでポチポチポチと、進められるがままに、やっていくことができるので、結構簡単に、こちらのルールですね、を定義することができるのかなと思っております。まあ、ちょっとリコメンデッドルールのところですね、今回はテストデータだったので、まあ、あまり、整合性というところでは、確認できなかった部分も多いんですが、まあ、こちらで、ルールの元となるものを作って、自分で値を調整していくというような使い方が、まあ、メインになってくるのかなというところでした。はい。では、すみません。3回、最後に簡単なまとめとなります。まず、今回はですね、AWS グルー、あとはそのグルーの、AWS グルー、新規のグルー、AWS グルーデータキックオリティというところを触ってまいりました。グルーに関しては、複雑になりがちな ETL 処理を簡単に定義することで、自動化も行えるというところで、便利な AWS マネージドのサーバーレスのサービスとなっております。で、こちらの中のデータカタログなどの機能で、データを容易に管理することができるというところが、もう一つの AWS グルーポイントとなっています。で、データクオリティに関しましては、プレビュー中ですね。現在プレビュー中でグルーの新機能となっております。で、こちら結果として簡単に保存データの内容をチェックで手間いらずでデータリークの品質をアップできるよという可能性があるというところで、挙げさせてもらいました。で、ルールですね、データクオリティが実行されるルールっていうのが、自分で定義できますので、まあ、ETL 処理のテスト実施他にも利用できるかなと考えております。先ほどの、見ていただいたようにですね、簡単に実行結果なども確認できるので、テストに組み込みやすいかなというところも思っております。はい。で、データクオリティ、最後に言うのは、早く GA お願いしますというところで、AWS リーベントで、発表されたのをね、続々 GA されてるので、はい。こちらのデータクオリティも AWS さん早く GA をしてくださいというところで、最後に要望を言って締めさせていただきたいと思います。
はい、高梨からは以上となります。ご清聴ありがとうございました。はい、高梨さんありがとうございます。まあ、データクオリティ、ETL とかデータ基盤とかやってる方にはなかなか有用な機能なんじゃないかなと思いますが、やはり、あれですかね、高梨さん今実際に運用されてて、これ早く使いたいなっていう場面が、早く自営希望っていうことは多いですか？そうですね。先ほど言ったようにデータをやっぱ大量に扱ってるんですけれど、ちょっとそれがお客さんに、提供、が触るデータ、になってくるので、このデータがの質が担保できる、自分たちで評価して担保できるっていうようになると、ちょっとこっちも自信持ってデータレイク使ってくださいっていうようなところが言えるので、はい、この自分たちの、システムのですね、クオリティアップにつながるというところで注目してます。なるほど、ありがとうございます。はい、質問は、ちょっと、今のところはないというところですが、はい。ちょっとじゃあ先に、アンケートなどのアナウンスさせていただいて、まあ、そこ、で、その後にまた出てきていたら、ご案内というか、まあ、質問確認させていただければなと思います。ほい。よいしょ。はい、本日は、ご参加ありがとうございましたというところでアンケートとクロージングの方に入ってまいります。はい。アンケートに関しましては、ズームを閉じるとですね、ブラウザでアンケートが表示されます。次回以降の参考にさせていただきたいと思っておりますので、ご協力よろしくお願いいたしますと。ちょっと今回ですね、ま、前回、4回目と3回目に関しては、お昼の開催とさせていただいたんですけれども、今回また、ちょっと夜で、開催してみましたというところで、この辺の、開催時間帯ですとか、まあ、長さとかっていうところに関しても、質問項目、設けさせていただいておりますので、ちょっとその辺も、参考までに、ご回答していただけると大変ありがたいです。はい。あとはですね。まあ、簡単ですけども、キャリア採用カジュアル面談、随時やっておりますと。当社ホームページからですね、エントリーいただければなと思っております。カジュアル面談希望の場合はですね、カジュアル面談希望と書いていただければ、担当者より、日程調整等のご連絡させていただく形になっております。はい。というところで以上となりますが、質問は特段来ていないですかね。はい。来た。はい、小沢さんに質問ですというのが来ております。はい、小沢さん、フィンチは AWS が開発しているというところで ECR ヘルパーは適用されるとして、それ以外でこれがあると嬉しいなと思うことはありますかという質問が来ております。個人的なすごい希望を言うと、ECS とのシームレスな接続っていうところが個人的にはあると嬉しいなと思っています。具体的には、まあそのローカルで、まあコンポーズとかでよく、まあそのコンテナを使ったウェブシステムとかサービスって、まあ、組むかなって思うんですが、まあそれをそのまま ECS に、まあクラスターもローカルでクラスターの状況が見れながらですね、そのクラスターにローカルのフィンチコマンドでシームレスにデプロイできるみたいなところができてくると、フィンチ使ってもいいかな、ちょっと思います。はい。ありがとうございます。ということで、回答いただきました。はい。他は、まあ、来ていないようですので、はい。であれば、本日の、勉強会としては以上とさせていただこうと思います。4月も、またちょっと、案を、検討中ですけれども、また開催させていただこうかな、開催しようかなと思っております。まあ、できれば、流れに乗ってチャット GTP なんかの話ができればなというふうに今検討しているところです。はい。では、本日は以上とさせていただこうと思います。ご参加いただいた方々ありがとうございます。小沢さんも高梨さんもありがとうございました。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。では、以上で、終了します。